違反で押し出し死球。さらに 2.2 塁打を許したツインズ・アールソックス。日時間4日ミネソタの投手が3日、日時間4日敵地ツインズ戦の7回途中に2番手で登板。2イニングを2安打2奪三振2四球で1失点。2度目登板でメジャー初失点を喫した。右腕は2点ビハインドの無視1、2塁で登板。ミランダに四球を与えて満塁とし、1死後にフリエンに対してカウント3から1からピッチクロック違反を犯した。ボールが追加されて押し出し四球で1点を献上した。さらに、続くジェファーズに、左中間へ 2.2 塁打を許して、メジャー初失点を喫した。なおも1死に3塁のピンチを背負ったが、ケプラーを2飛、コレアを見逃し三振に抑えた。8回もマウンドに上がり、西からカストロに、中前打を許したが、後続を断った。メジャーに登板で4イニングを投げて自責1。防御率 2.25 となった。上沢は2日、同3日の4どころ時、ジャイアンツ戦でメジャー初登板。2イニングを1人の走者も出さず抑えていた。連投となったこの日は走者を2人背負った状態での登板。ピッチクロック違反というメジャーの洗礼を浴びた。フルカウント編集部。